皆さんこんにちは。今日は新型ノーボクシーの 10.5 インチのディスプレイオーディオ、こちらでのポッドキャストのトラブルというのが、まあ、出ておりました。こちらの S32 になるんですが、こちら正規品にもちろんなっておるんですけれども、こちら鉱石モニターを再生しようとすると再生が止まってしまうという問題を抱えているということで、こちらのオッドキャストの問題なのか、またまたディスプレイオーディオの操作の問題なのか、それについての検証ができましたのでお伝えをいたします。結論といたしましては、ディスプレイオーディオの操作の問題であったということが分かりました。後ろでも再生できるように設定してありますので、実物をまずご確認いただければと思います。はい、今これ前映しておりまして、再生ができているといった状態になっております。で、次に今度後ろに回って見てみたいと思うんですけれども、このように今後ろディスプレイオーディオを再生しておりますが、しっかりと映っているのがお分かりいただけるのではないかなと思います。で、もう一度前戻りますが、はい、このように問題なくディスプレイオーディオ再生できているのがお分かりいただけるかと思います。それでは、じゃあ今までどうだったのかということで、前で再生してしまうと後ろが消えてしまう事象を再現してみたいと思います。まずディスプレイオーディオの画面に戻ります。ここの鉱石モニターで、今ここのところなんですが、カープレイ HDMI という形で、この状態になってると再生が止まらずに鉱石モニターでも YouTube が見れるようになります。で、それはどういうふうに今までじゃなっていたのかというと、ここです。ここが鉱石連動ということになってしまうと、Apple CarPlay、Apple CarPlay という形に今なっているんですが、この状態になってしまうと後ろが止まってしまって、前で再生すると後ろのスクリーンが消えてしまうという事象が起きます。そこを再現してお見せしたいと思います。それではもう一度。今このように再生しておりますけれども、後ろがどうかということなんですが、はい、今見ていただくとこのように黒くなってしまっているのがお分かりいただけるかと思います。この状態ですといまいちわからない部分もあると思いますので、後ろと前と両方映した状態で再生してみたいと思います。このような形で YouTube 自体は再生が今止まってしまうという状態です。で、これで再生をするとどうなるかというと、はい、このように前だけが再生されて後ろが消えてしまうという、こういった事象が起きます。で、この状態で何とかしようと思って、このボタンモードを押します。そうしますと HDMI にすると止まってしまうと。で、HDMI を解除すると前が再生されるようになるんですけど、後ろはつかないと。で、後ろがつくようになって、これで見ようといったときにまた再生してみると、消えてしまうと。いうことで、今のこの設定ですと後ろが見れない。要するに前と後ろがカープレイっていう設定ですと見れない。前と後ろが連動ですと見れないという状況になります。で、もう一度じゃあ先ほどの設定に戻してみたいと思います。はい、それでは Amazon プライムにしましたので、こちらが見れるかどうかを確認していきたいと思います。ミラーリングで見れなかった Amazon プライムも、このポッドキャストですと見れますし、
S32 の場合ですと、後席でも見ることが可能になっています。しっかりと音声も出ているのがお分かりいただけるんではないかなと思いますので、まあ、このオットキャストを使うことによって、YouTube、それからプライムビデオ、前席後席ともに映し出してみたいという方にとっては、オットキャストの S32 というのがこれから必須になってくるアイテムなのではないかなということで、本日はお伝えをいたしました。はい。それからもう一点、よく問い合わせがあるのが、ナビを起動したときに、なかなかこのオットキャストが起動しないという問い合わせをいただきます。そこで今回は、配線いくつか使って検証してみたいと思います。まず一パターン目は、こちらは、私が使ってます、オットキャストの Y 字の純正のハーネス。これ、電源の給電ケーブル式のものになるんですが、こちらを使って、まず起動してみたいと思います。で、立ち上がってるかどうかを見るには、こちら、パイロットランプ今、点滅してるんですけど、この状態ですと、今、立ち上がってないという状態になります。で、これ待っても立ち上がらない場合は、機種選択をしていただいて、で、ピカソ、ここの断続を何回か試していただく。はい、そうしますと即座に繋がるようになります。で、これは今、純正のケーブルの場合なんですけれども、まあ普通にポンと、つながるようになったのがお分かりいただけるんではないかと思います。はい。で、次に、今度は、違うタイプの Y 字型の給電ケーブルを試してみたいと思います。はい、今度はこちらの、これはアフターの Y 字型の給電ケーブル、これをちょっと使ってみたいと思います。これは、ポッドキャストについている付属のケーブルになりますので、これは使います。はい。で、これを、ポッドキャストに差し込みします。これで、立ち上がるかどうか、確認してみたいと思います。でこちらも今、パイロットランプ、点滅してますけれども、これで立ち上がりが悪い場合は、はい、このような形で即座にいじる前につながるようになるということで、 Y 字型のケーブルに関しては、まあ、特にオットキャストでなくても問題なくて、普通のケーブルでも問題なく、汎用の Y 字型の給電ケーブルでも十分に使えると、まあ、いうことになります。まずそれが一つ目で、二つ目今度はこちらの HDMI です。 HDMI のケーブル、ハイスピードの私 1.4 を使ってるんですけれども、まあ、その場合と 3.0 の場合、紹介していきたいと思います。まず私の場合はいつもこれを使ってます。このアダプターを使って、こちら。で、こちらが 1.4 のハイスピードのケーブルです。で、これをノアボクシーの場合ですと、前に HDMI の接続端子があるので、今、つなげまして、後ろが見れるかどうかということを確認していきたいと思います。でも、この状態でも後ろ見れちゃうんで、はい、はい、このように、今、ハイスピードの、HDMI のハイスピードの 1.4 のケーブルでつないでますけれども、特に問題なく映るようにはなります。次にこちら。これは商社さんからお借りしているケーブルで、こっちが HDMI で、こっちがミニ HDMI のケーブル。これを使って映るかどうかも試してみたいと思います。
で、こちらをつないで、で、ノアボクシーの鉱石のモニターにつながる HDMI の端子につなげます。で、今つなげた状態で、後ろ見れるかどうかを確認します。で、この状態で動画を流していきます。はい。で、今、前、再生してますけれども、後ろが映るかどうかを見てみたいと思います。はい。このように、後ろもしっかりと再生できますし、音も出ているのがお分かりいただけるのではないかなと思います。ということで、この、配線自体もいろんなものが売られてますけれども、給電ケーブルは特に純正品にこだわる必要はないですし、こちらの HDMI の接続ケーブル、まあこれ自体も特にこだわる必要というのはないと、まあいうことがお分かりいただけたんではないかなと思います。はい。ということで今回はこちらのオッドキャストの S32 です。商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧いただけますと幸いです。それでは失礼をいたします。